イエジー・スコリモフスキーは、ポーランド・ウッチ出身の映画監督、脚本家、俳優。世界三大映画祭すべてで賞を獲得している。ワルシャワ大学を卒業後、1960年に、アンジェワイダ監督の夜の終わりにの脚本を、イエジー・アンジェウスキーと共同で執筆。1962年に脚本を担当した、ロマン・ポランスキー監督の水の中のナイフは、 第23回ベネツィア国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞しアカデミー外国語映画賞にもノミネートされた。その2年後の1964年にウッチ映画大学在学中に制作した身分証明書で長編映画監督としてデビュー。この作品と1965年の不戦賞、1967年の手を挙げろは スコリモフスキ自身が主人公アンジェイを演じており、アンジェイモの三部作と呼ばれている。1967年には出発が第17回ベルリン国際映画祭で金マ賞を受賞。この作品は初めてポーランド以外の国で制作されており、前年にジャン・リュック・ゴダール監督の映画、男性、女性に出演したジャン・ピエール・レオとカトリーヌ・イザベル・デュポールが出演し、 作風も当時フランスで巻き起こっていた映画運動ニューベルバーグに影響を受けたものとなっている。1970年のディープエンド放題、早春はジェーン・ J. アッシャーとジョン・モルダー・ブラウンの共演でメディアの評価も高くスコリモフスキの代表作となった。1972年にはキング・クイーン・ネイブで初めてカンヌ国際映画祭のコンペティション部門への出品を はたし、1978年には、ザ・シャウト・サマヨエル・マボロシ教で、同映画祭の審査員特別賞を受賞。1982年にも、ムーン・ライチンで、同映画祭の脚本賞を受賞している。1985年の、ライトシップは、初めてアメリカで制作された映画であり、ロバート・ディバルとクラウス・マリア・ブランダウアーが出演した。この作品は、 第42回ベネツィア国際映画祭で審査員、特別賞を受賞した。1991年のファーディダーク以降は、ティム・バートン監督のマーズ・アタックや、デイビッド・クローネンバーグ監督のイースタン・プロミスなどに出演し、主に俳優として活動する。2008年に祖国ポーランドを舞台にした映画、アンナと過ごした4日間で17年ぶりに監督として復帰し、 同作品で第21回東京国際映画祭の審査員特別賞を受賞する。2009年には第22回東京国際映画祭のコンペティション部門の審査員を務めた。また、同映画祭でスコリモフスキ監督60年代傑作選として身分証明書、不戦賞、バリエラ、手を挙げろの4作品が特別上映された。2010年の エッセンシャルキリングは第67回ベネツィア国際映画祭で2度目となる審査員特別賞を受賞したほか逃亡するアラブ人テロリストをセリフなしで演じ切ったビンセント・ギャロが同映画祭男優賞を受賞した2012年にはアメリカ映画アベンジャーズに出演している2016年第73回ベネツィア国際映画祭生涯功労禁止賞を受賞 ありがとうございます。